はい、こんにちは。今日はコインの貫通マジックをお届けしましょう。こちらにですね、コカ・コーラの缶があります。そしてこの缶のですね、プルトップの穴のところ、この中に日本のコインで入るコインを探してみましょう。500円玉は入りません。そして10円玉ですね、10円玉も入りませんね。100円玉はどうでしょう。100円玉も入りません。実は唯一日本のコインで入るのはこの1円玉です。1円玉は入ります。ですからこちらの1円玉はね、1つしかない1円玉にしましょう。シールをこの1円玉に貼ります。このコイン1枚しかない1円玉になりましたね。このコインをこの穴に入れましょう。入ってます。いいですね。はい、このコインを使って貫通マジックをお届けします。よく見てください。出てきました。この1円玉を缶コーラの缶の底に置きます。よく見てください。いいですか。ありますね。魔法をかけます。よく見てください。入りました。貫通してます。中に入った1円玉ですね。これを見てください。よしですか。世界に1枚しかない1円玉のコインです。コインの貫通マジックです。ありがとうございました。それではまたお目にかかりましょう。